皆様こんにち海絵コート買取プロでございます絵画買取プロではこういったこれ、まあ、刀剣ですとか、脇差しですね、こういったものもきっちり評価してお答えをしております。えー、刀剣もですね、あの非常にまあ海外も含めて、今でも人気がございましてですね、いいものは何百万。 あれはもっといい値段で取引されているものもございますまあ、こういった脇差しは比較的、えー、値段はそこまではいかないんですけれども数万円数十万円台が中心で、えー、推移しているというものでございます、えー、こういった当件、えー、をですね扱う際にはですね、えー、やはりえっ、ー、とこの重当法の重当法 当県類の登録証というものが必要になってきますので、これはまあ最寄りの教育委員会、あるいは警察の方にお問い合わせいただいて取ることになるんですけども、もしこういったものがなければ取り方なんかもご相談いただければと思います。まあ、これがないとですね 持ち運びするだけで逮捕されてしまいますので、ですから必ず、刀剣の売買にはこの銃刀法の登録がまあ必要になってくるということでございますね。それと、あと、まあいろんなまあ鑑定書ですとか、こういった付属の資料も、大体ついているものが多いですね。こここれは認定ととといううでちゃんとこう 当件として認定するよということがまあ証明になっておりますけどもこういった資料もですね合わせて評価の時には大事大切になってきますのでお渡しいただければと思いますこういった当件類あるいは兆しも含めてですけれどもお持ちの方いらっしゃいましたらぜひ私どもへご相談いただければと思っております 買取プロ、私ども、周華道では、こういった刀剣類もですね、非常に多く扱ってきておりますので、えー、ノウハウがございます。武具かっちゅとの類も含めて、ですね、えー、ぜひ、えー、お手持ち、心当たりございましたらお問い合わせください。えー、0120126ことまでご連絡いただきますように、えー、皆様お待ちしております。